はい、ということで今回の動画はですね、407枚で AI 画像を400枚使ったらですね、何ワット消費するのかということをやってみたいと思います。コメントでね、いただいたんですよね。407枚買いたいと思うんですけども、実際ね、消費電力ね見ながら購入を考えてみたいということだったので、この動画撮らせていただきました。これね、実際に400枚やったんですけど、すごいでしょ。これ400枚分の画像ですね。これちょっと見ます。こんな感じ。400枚一度にやったら10分間生成でしたね。はい、ざっと見るとこんな感じで、うわーすっごいですね。よくもまあこんなもん400枚もねランダムに作ってくれるもんだなと感心してしまいます。まあ詳しくはね動画の方でやっていきたいと思いますので、今日もね、最後までご視聴よろしくお願いします。はい、このチャンネルでは PC ライフを楽しむ活用するための情報発信をしています。チャンネル登録、通知ボタン、グッドボタンも励みになりますので、どうぞよろしくお願いをいたします。はい、それではまずステーブルディフュージョンのテンソル RT を組み込んだ X4070Ti で一気にね400枚作っていきたいと思います。実験開始します。とりあえずこれで400枚を生成してみたいと思います。ちょっとね、何分ぐらいかかるのか想像つかないですけど。はい、まずは GPU について見ていきたいと思います。GPU の方は12が積んでますけれども、一応専用では、まだ 7.9GB、8GB ぐらいしか使ってないですね。このパソコン自体は、64GB メモリ積んでますんで、まあ、メモリ的にはね、全く問題ないと思ってます。CPU の温度はだいたい68度から70度ぐらいですね。今室温がそうですね、25度ぐらいなのでね、そんなに熱くないとは思います。モニターの方を見ますと、まずは CPU の方ですね。 CPU の方は、そんなに使ってないですね。マックスで 73W で、だいたい 35W から、50W 前後ですかね。そして RTX の 407i の方の、GPU のボルトの方が、まあ、1V ですね。 GPU の温度は51度、71度とかですね。まあ、結構高くなってきてますね。はい、そしてパワーの方は GPU の方が 203W、 マックスで 262W とか出てますね。コアサプライの方も 170W と感じですね。まあ、トータルでそうですね、 300W まではいってないですけども、それに近い、感じで動いてると思います。 GPU の方の 3D とか CUDA とかね、その辺ですけれども、一応 CUDA の方は41%、88% ということで、バッチファイルがこう動くたんびにですね、上がったり下がったりという感じでしょうかね。メモリーの方は12がまではいってない感じですね。今こちらの画面で見ますと、だいたい 25% なので、半分ぐらいまで、いった感じでございます。まあこちらのね、GitHub からダウンロードしてきた、SDWeb の Easy Prompt Select というのはね、ちょっとランダム表示こんな感じでできるから、まあ、非常にいいですよね。ちょっと大量にね画像を作っていくときなんかは非常に便利だと思います。そしてね、こちらファイルをね、自由に、編集できるんですよ。まあちょっとね、今生成中なのでファイルの中身見てもらいますけれども、一応、こんな感じでですね、まあ、ガールでワンガールとか、あと年齢ですね、18歳、25歳、35歳とかですね。あとはこれカントリーですね、ジャパニーズ、コーリアン、ロシアンとかですね。あとはエクスプレッション、表情ですね、スマイルとかですね。まあ、こういったものを事前にこうやって入れておくとですね、ことができるんですよね。そしてちょっと動いてるけど大丈夫かな。これで今でタグを選択みたくやると、こちらからこう1個ずつ選べるんですよね。まあ、もしくはこちらのとかですね、 YO っていうのを選んであげると、ここをランダムで、自動生成してくれるんですよね。例えばこうガチャのっていう、ここを押すとね、これが出るんですけれども、この場合には18歳、25歳、30歳、35歳っていうのを、ぐるぐるランダムで表示してくれると。つまりこの今プロンプトはですね、一人の女性でベストクオリティでフォトのリアル
フォトでね写実的にしてください。あと年齢は18、25、30、35で選んでください。あとカントリーはねジャパニーズ、コリアン、ルシアンから、こんな10カ国ぐらい入ってるのかな、これをランダムでやってください。そして、標準についてもねスマイル、ライトスマイル、ラフ、サプライズ、シェイムとかね、これで選んでください。あとスカート、あとアングルですね、こういったものも自動で選んでくださいとなるとですね、この YO とカントリーと、表情と着てるものですね、それを全部ランダムで、生成してくれるということですね。今回ね一度に400枚、作るということで、どうやってやろうかなと思ったんですけれども、これねいちいち止めて作ってるのも大変なので、こちらの、GitHub の、ね、方からステーブルディスフュージョンウェブの Easy プロンプトセレクターっていうものをね使ってやっております。今だいたいこちらの時計でどれくらい経ってんのかな、ちょっとわかんないですけれども、もう59% ね、終わってますね。こちらがね、ちなみにこちらは TensorRT の仕様になってまして、いわゆるそのなんていうの、RTX4070Ti をすごいスピードアップさせるための仕様になってまして、そちらを入れてあるんですよね。なので、ステーブルディフュージョンの中でこちらにね、変換してますね。こちらに書いてありますけど、これ今触っちゃうと止まっちゃうというようなのでいじりませんけれども、TensorR という拡張機能を入れてですね、速度を高速化してます。多分これ入れないと400枚って、かなりの時間かかると思うんですよね。今始まってから、そうですね、これ時間は書いてないですね、一番最後しか出てこないですね。ただまだ5分10分ぐらい経ってる、はい、ちょっとね今 73% ですね。こんな感じでもうどんどん作ってくれてます。ちなみに、こちらを説明しておきますと、サンプルメソッドは BM のプラプラの 2M こちらでやってますね。あと顔崩れるの嫌なのでリストアのフェイスを選んでいます。そしてワイドと高さについては、512でねあまり負荷かけないでやっております。でこちらのバッチアカウントっていうのを100回繰り返すという設定になっています。でバッチサイズっていうのが1回にねこれ切り替うと4枚作ってるじゃないですか、だから1回につき4回作るんですね。だから100回かけることの1回につき4画像を作るので合計で400枚作るってことですね。あとは、こちらのスケールは一応 7.5 でやってあります。でシード値はね、基本的にランダムでかかるようになっております。ということでね今84%まで来ましたね。ちょっとね、主力のパワーの方を見ていきたいと思います。一応 CPU の方はマックスで 92W ということになっています。大体 40W ぐらいからなのかな。私ねこちらの CPU の W 数あんまし詳しくないので、詳しい方がいたら教えてください。で今回はねコメントいただいた方がいて、で実際にね動かしてみてどれくらいのパワーを使うのか知りたいということなので、今回この実験をやっております。だいたい 200W前後でしょうかね、はい。そしてこちらが MAX なので GPU 自体で 267W ぐらいになっています。ちなみに、今節電のエコチェッカーを見ると、こちらの W 数がだいたい311ぐらいになってますね。311から312ぐらいですね。ですのでこちらの PU と BU を足したワット数プラスこういったね AS ロックのマザーボードとか、メモリーはそんなにね使わないと思うんですけれども、電力はね、そこら辺で大体300ワットぐらい使ってるかなっていう感じですね。お、100% いきましたね。これで、今終わりますかね。はい、今最後の処理をやってるとこですかね。はい、そろそろ終わると思います。こちらのね GPU のタスクマネージャーは CUDA の方は0になってますね。あと最後の書き込み処理かなんかやってるのかな。はい、でメモリの方も、12キロ、終わりましたね。ということで、9分57秒ですね。だいたい400枚作るのに10分ぐらいですね。約10分。おー、すごいですね。これちょっとねやばい画像出てきたらモザイクかけますけれども、これで今400枚ですね。ちょっと大きく
しますね。はい、じゃんと。これ表示できるのかな。あーすごい、400枚できましたね。はい、こんな感じです。ちょっとね顔崩れちゃったりしてますけどね、まあ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 、とりあえずこんな感じで400枚作ってみ、ました。はい、ということで一応テンソルコアで、使った場合はですね、だいたい GPU の方はマックスで 267W くらい使っていると。生成中はだいたい 200W 前後でしたね。 GPU の方も最大で 97W ということで、こちらの方もね使ってる時は、まあ、50ぐらいだったかな。はい、でトータルで節電エコチョッカーではだいたい 300W ぐらい使ってたという実証実験結果になります。ちなみにねこれ BS で録画もしているので、まあ、その辺もね電力使っているというのをちょっと加味していただければと思っております。はい、それではね続きまして X フォーマーでね、やってみたいと思います。ちょっとねこちらは結構時間かかると思うんですよね。はい、それでは実験開始してみたいと思います。はい、それではですね次にですねステーブルディフュージョンの X フォーマーズを組み込んだバージョンでやってみたいと思います。まあ、こちらはねちょっとね結構時間かかると思うんですよね。はい、ちょっとね気長にやってみたいと思います。はい、それでは立ち上がったのでステーブルディフュージョンをね立ち上げてみます。とりあえずね再起動をしてプロンプトを読み込ませたいと思います。今は何も使ってない状況で GPU の最高は 39W という形でございます。はい、それではステーブルディフュージョンを立ち上げます。はい、それでは立ち上がりましたね。まずは、最低限のクオリティのやつで、これハイクオリティなのでちょっと適当に削っちゃいますね。はい、まあ、この辺もそんなにいらないから削っちゃいましょう。はい、そしてこちらは、まあ、何でもいいですかね、とりあえず。はい、そしてで、設定の方はサンプリング先ほど25だったので25にして、バッチアカウントが、100ですかね。これ本当にいくのかな。で4にして 7.5 ぐらいにしておきますかね。そしてタブの方はガチャで、まず年齢が、ランダムにして、国もランダムにして、そして表情もランダムにして、スカートとアウターもランダムにして、シェイプについてはまあスレンダーでちょっと小柄な人にしますかね。アングルも自動にしましょうか。あとボディもランダムにして、スポットもランダムにしましょう。じゃあこんな感じですね。はい、じゃあこれで一体何分かかるのかというのをやっていきたいと思います。さっきねちょっと時計出さなくて分かりづらかったので今回時計出しましょうかね。はい、ということで、こちらの時計が3時半にぴったりになったら始めましょうかね。ちょっとあと1分ぐらい待ちたいと思います。はい、じゃあ飛ばしますね。はい、じゃあ10秒前なんでね少しやっていきたいと思います。モデルは一緒ですね。で設定の方も一緒にしてあります。これで400枚ね作ってみたいと思います。よーい、スタート。本当に動くかねちょっと心配ですけども、はい、あ、始まりましたね。まあただやっぱりテンソル RT 仕様のカスタマイズよりはかなり、遅い感じがしますですね。じゃあ GPU の方から見ていきます。まあ、当然 RX の4070の方で使ってます。 CUDA コアはね 95% 上にベタバリっていう感じですね。はい、あ、今1バッチが終わったので1回下がってますね。はい、そして使用しているメモリーは、12ギガ中の6ギガということで、使うとやっぱりここのメモリーっていうのはあんまり食わないんですね。使用率も 15% ぐらい。温度がねやっぱり73ということで結構負荷がかかってるんじゃないかなと思ってます。これ最後までねちゃんと言ってくれるといいなと思っております。はい、そしてモニターの方を見ますと CPU も最高で70度、だいたい67度前後でですね行ってますね。そして消費電力の方は 60W がマックスで 35W 前後なので、で推移してますね。思ったより食ってない感じですかね。そして GPU の方ですね。 GPU の方は 279W が最高で、まあアベレージでだいたい 260W ぐらい使ってる感じですね。ちなみに手元の節電エコチェッカーで見ますと 339W、 340W ですね。はい、ということで
結構使ってますね、はい、今2分が経過したところですが、まあ、5分、 5% ということでね、やっぱり時間は結構かかってる感じが、します。ちなみに先ほどの、テンソルのを使ったやつは、まあ、大体10分ぐらいだったんですからね、まあ、今までの実験で、比べてみても2倍ぐらい違うので、これひょっとしたらね、ちょっと途中20分ぐらいかかるかもしれないですね、はい、ということで結構長丁場になってくると思います。となるとね、やっぱりGPU のね、消費電力も結構消費することを考えると、やっぱり速度を速くして短時間で多くの枚数を生成できるようにする方法も一つありですよね。もしくは消費電力の少ない PU を選んで、まあダラダラとやって生成していくという感じかもしれないですね。でも今の感じだと300ワットぐらいで、手元でだいたい340ワットで、20分ぐらいで400枚ぐらい作れるかなという感じでございます。先ほどのね、テンソルの T でカスタマイズしたステーブルディフュージョンは、まあ、10分で400枚作りましたけれども、まだ使用版ということもあってね、ちょっとね、画像もいまいちな感じもざっと見た感じしましたね。こちらのね、やった方はね、品質はどうなのかというのもちょっと見てみたいですね。はい、ということで今 10% 経ちましたけれども、専用メモリの方は、6.8GB ぐらいですね。 GPU の温度がやっぱりちょっとなんか高い気がしますかね。ちょっと気になりますね。はい、そしてで、消費電力の方は、まあ、大体やっぱり250前後で、推移しているということで、先ほどのテンソラ RT を使うよりは、40ワットぐらいね、U と合わせてもちょっと高い気がしますね。マイクにね、ちょっと拾ってるかもしれないですけれども、結構こうパソコンのファンが回ってる感じがします。はい、今室温がね25度ぐらいで、クーラーかけてますけれども、まあそれでもね結構ガンガン回ってる感じですね。こうちなみにね、今パソコンの表面の画面触ってるんですけれども、パソコンの側面ね X4070 が挿してあるところ、結構ね暑い感じがしますね。まあ肌感覚で45度ぐらいあるのかな。まあ暑くて触れないっていうことはないんですけれども、結構暑さを感じますね。 GPU の温度もね77度、今80度ということでね、これ大丈夫かなね、ちゃんと最後まで実験できるか心配でございます。ということでね、16% 5分でだいたい 16% 17% という感じですね。 GPU の温度も77度、62度ということでね、若干ちょっとね、暑いかなという気がします。はい、消費電力の方は相変わらず280ワットいきましたね。はい、徐々にねちょっとワット数が上がったり、してるのが気になりますかね。はい、画像の方は400枚ですんで、まあ今日合計でこの実験でですね800枚作る感じですからね。はい、すごいですね。今 20% まで来ました。あと5倍もあんの、これ持つかな。ということでね、結構ちょっと長い動画になりそうなので、一旦ねこの辺はね飛ばしていきたいと思います。はい、ということでね、ちょっとねちなみにね今、10分ぐらい経ったんですが、すごいねなんか暑くなってきたので、今、なんていうの、開けましたね。とりあえず側面の蓋を開けて、います。蓋がねすごい暑くなっちゃったんですよ。だから今 GPU の温度ね少し63度と下がってますけれども、これちょっと蓋開けました。っていうのは私の PC って前面から給気をして、後面から後ろからね出ていく感じなんですが、今見ていたらなんか前面のねファンが回ってないんですよ。で何かなと、まあ後でちょっと動画の方を見せたいんですが、まあ何かなと思ったらですね、これ今ファンが回ってるじゃないですか。ところがね、このなんとね X4070 のこのケーブルがねここに当たってて、ファンが全然回ってなかったんですよ。これがねこの中に入ってたの。はい、ということで今ファンをね開け、こちらのね筐体部分をちょっと開けた感じですね。
はい、これやばかったね。なんか随分温度が上がるなと思ったんだけど、これがねこちらのねファンにぐさっと刺さってたんでファンが回ってなかったですね、はい、この辺やっぱりちょっと配線ちゃんとやっとかないとまずいですね、はい、ということで今温度の方が、先ほどのマックスでですね DU が82度ぐらいまで上がってましたけれども、今70度ぐらいまでね、まあ、下がってきてる感じです。はい、ということでね、配線周りはね気をつけた方がいいということでございます。はい、じゃあこのままね見ていこうと思います。これね透明のね側面で良かったよね。これ丸っきりね、囲ってあったらちょっとねファンが止まってるの気づかなかったのでやばかったかもしれないですよね。はい、ということです、消費電力の方は、200W から 250W ねで推移してます。ちょっとねやっぱりファン少しあれかな、通気性良くしたら、あ、温度下がってきた感じ、温度下がってきたからワット数も下がってきた感じがするかな。はい、ということでねちょっとまた少し飛ばして見ていきたいと思います。はい、ということでね、ちなみに節電エコチェックカーの方は330W から340W ぐらいの間をですね行ったり来たりしてますね。だいたい 300W から 340W ぐらいの間じゃないかなという感じでございます。今 46% 終わったところでだいたい15分が経過したところでございます。今 50% 半分まで来ましたね。だいたい16分なので30分はかかるかなという予測タイムですね。ですのでだいたいまあ330W ぐらいで30分35分ぐらいかかるかな、最後の処理まで入れるとね、まあそれくらいの感じですね。400枚作るとなると、そう考えるとね先ほどのテンソル IE で速度アップしてあの Web UI ね、そっちは早いですよね。たった10分で終わりますから大体3倍ぐらい早く終わりますよね。まあ、消費電力は大体同じぐらいだったので、消費電力の方も3分の1ぐらいで済むというイメージですかね。まあ、ただねちょっと画質のね、出来もね、考慮しなくちゃいけないので、まあ、その辺もねちょっと勘案しなくちゃいけないですかね。まあ、今回テストだからね400枚も一度に使ってますけど、まあ、普通こんなに作んないもんね。まあまあ作っても50枚とか100枚ぐらいでしょうよね。まあそれにしてもねこのランダム表示してくれるエクステンションね非常に便利ですよね。本当にねこうやってねタグをこうポコ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 選べばいいっていうことと、こちらをね自分で作れるっていうのがいいですよね。はい、でファイルもねちなみに説明しておくと、ファイルの中身見とくとですね、まあこんな感じで、これはもともとあったやつなんですけれども、人の髪とかね、まあこういったことも、髪の色とか髪の形とかね、こういうの全部あらかじめ入れておくことができるんですよね。ですんで、まあ、人の顔とかね、顔もこちらで目の色とか、ね、耳の形とか、ね、表情とかね、そういったものも入れておけるみたいですね。まあ、標準でね、人と人の顔と人の髪の毛はね、まあ、入ってますので、まあ、すぐ使える感じですね。まあ、それはここでね、人の顔ってやると、まあ、こういった形で目とかね、色とか、まあ、こういったのを選べば非常に便利かなと。今までだとね、これ全部英語で覚えるの大変だったし、あとはね、さすがに覚えられないから、メモ帳とかにコピペしてあったんですよ。ただね、コピペしてあったものをもう一回コピペするってすごい無駄じゃないですか。だから逆に言うとメモ帳ベースで書いてあったものがこのような形でポコポコ入れられるっていうのはね非常に発想だと思います。はい、ということで20分が経ちますけれどもまだ終わらないのでちょっと飛ばしたいと思いますね。今 60% ですね。はい、ということでね 73% いきましたけどね、ちょっとねあまりに暇なんでね出来上がった画像をね見ていきたいと思います。っていうかね画像を見るためのねビデオじゃないんだよね、これね。ワット数見るためのビデオだからね、ワット数見るとやっぱり330W 前後ですね。はい、画像の方はですね、まあこっから始まってちょっと見ていきますか。ちなみにねどんな画像になってるかね、こんな感じでね出てますね。でもねなんかみんな日本人っぽい感じだね。他の
ロシアとかね、エジプトとか台湾とかね、入れたつもりなんだけど、はい、まあ、やっぱりこれモデルがそうなってるから日本人っぽいのしか出てこないのかな。ただ見た感じはね、やっぱりあのテンソル RT で速度速めたやつよりもなんかあのバグがないですね。顔がちょっと崩れちゃったりそういうのが見受けられないですね。そうでもないか、はい、でもなんかねこう綺麗な仕上がりになってる感じはしますよね、はい、こんな感じで、うん、ただねやっぱ顔なんかこうちょっと壊れちゃってるのもあるね、はい、うん、でもやっぱりこう綺麗さはこっちの方が時間はかかるけど綺麗かもしれないっていう印象を受けますね。まあそういった実証実験じゃないんだけどね、はい、ということで今、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ここで10枚だからこんな感じかな。10枚だから2,4,6,8もう分かんねえや。まあまあいずれにしてもいっぱい、出来上がってきましたね。まあこれ400枚作るのにね30分で、まあ、300W、まあそれどう見るかですよね。 300W って一体いくらなんですかね。まあちょっと計算分かる人いれば計算してほしいんですけれども、はい。まあまあそう考えると Google コラボとかで、やってもいいのかもしれないけど、 Google コラボの場合には一気に400枚もねやったら確実にプログラム止まるでしょうよね、はい、ということでもうちょっとでね、終わりそうですね。 82% まで来ましたね。そして GPU の方はなんか若干ワット数が落ち着いてかな、はい、そうでもないか、 330W ぐらいですね、はい、GPU の温度の方も68度、67度ということで、GPU の方も 12GB のところ 6.9GB ぐらいしか使ってないという感じでございますね、はい、じゃあもうちょい飛ばしていきたいと思います。はい、ということで30分が過ぎそうですね。はい、過ぎましたね。これで 95% ですね。消費電力の方は、やっぱりだいたい 300W から 340W の間を行ったり来たりしてる感じですね。まあ、MAX で GPU だけでは 292W っていう感じでございます。そして CPU の方がね、30W とか 70W っていう感じですかね。クーダーコアの方は 94% でベタで張り付いていて、でバッチが終わると一回下がるという感じでございます。メモリの方は、12GB の、ね、メモリに対して6GB ちょっと7GB ぐらいをずっとアベレージでいってますね。まあ温度の方はね今蓋開けてやってますけれども69度70度というところでございます。ちょっとね GPU もね、ほんのりと手を当てるとあったかい感じがします。まあ電気料金 1kWh で、まあ、1000は1時間やって、昔20円ぐらいでしたけども、今電気料金上がってるから、関東あたりだといくらぐらいするの ?30 円、40円ぐらいするんですか?ってことは、1時間40円だとして、300ワットだから、まあ、半分、3分の1だとして、まあ、14、15円 ?1 時間あたりね。ってことは、14、15円を30分っていうことは、だいたい7、8円ぐらい、まあ、かかっても400枚の AI 画像を生成するのに、10円ぐらいっていう感じですかね。もうめっちゃなんかこう生産コスト安くないですか。400枚の画像生成してコストは10円、ランニングコストですね。もちろんね EX4070Ti のね購入価格のイニシャルはありますけれども、まあそれにしてもね電気料金そんなにかかんないかなという感じはしますね。まあめっちゃ負荷かけてるからね、はい、今 100% 割りましたね。だいたいいいんじゃない、いいんじゃない、おすごいな、なんかいっぱい出てくるねこれ、はい、ということで32分ですね、はい、普通のステーブルディフュージョンの Web UI で、まあ、XFormer を使った仕様だと400枚ね、バッチ100にしてバッチサイズ4枚一度に作って400枚作るとだいたい32分ぐらいかかるっていう感じですね。そして画質の方をちょっと見ていきましょうかね。これどうやって見ていいんだろう、すげえな、どっからみんな、ちょっとわかんないね。まあ、あ、これか、じゃんと、
うわすごいね、これこれ400枚あるのかな、ちょっと開いてみる。うわすごいね、ちょっとやばい画像があったらね飛ばしますけどね、はい、おおなかなか綺麗ですね。これちょっと顔崩れちゃってますね、この辺もねちょっとね、はい、一応ねまあ街中とか洋服とかね、そういったものも、場所とかねそういったものもランダムで、表示されてますね。もうちょいねプロンプトをきちんとやればきっちりねできるかもしれないですね。ただあの何人って、入れたやつはちょっと反映されてない感じがしますね、はい、目線とかねアッパーからとか、アンダーからとか、まあそういったものはね、反映されてる感じがします。ということでね、400枚の動画を作ってみましたけれども、電気の方はだいたいですね300ワットくらい使いましたと。で普通に何にもしてない時のちなみのワット数っていうのが今 GPU で、14ワットぐらいかな、あと細かいワット数があるから、まあ10ワットぐらいですね、何にもやってない時に。 GPU の方が、20ワットぐらいなので、まあまあだいたい節電チェッカーを見ても何もしてない時には100ワットから、75ワット76ワットぐらいで推移しているという実験結果になりました。はい、それでは結果の方が出ました。まずはテンソル RT の方と、トーマーズの方を比べてみました。400枚の生成時間はさすがテンソルの T は9分ですね。消費電力の方も230ワットアベレージぐらいでしょうかね。ということでね、まあ生成時間が短い分だけ消費電力の方は少ないとトータル的にねなると思います。ただちょっと作られた画像がですね、いまいちだったかなという感じがします。続きまして XFormers を使ったものについては生成時間に関しては400枚で32分、かかりましたね。で消費電力の方も、まあ、若干ねテンソル RT よりは、上限が350ワットも超える時があったので結構かかってるのかなという気がいたしました。まあ、トータル時間でも32分、320から350ワットかかってるということで、やっぱりね、トータル的には、消費電力がかかっているという結果になりました。はい、最後までご視聴いつもありがとうございます。チャンネル登録の方もよろしくお願いをいたします。皆様に役に立つ実験などもね、やっていきますので、今後ともよろしくお願いいたします。